ねえけど、まだ立ってるんだね。うん、あ、じゃあそのまたちょっと違うところのまとまってるところが、そのふざけた人たちに焼かれちゃったみたいな感じ。いや、その地蔵様の左行く道があるんだけど、はい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 、そこに左側に3軒あったんだけど、はい、でかい牛があったんだけど、みんな焼けちゃったんだよ。そうなんだ、そんなことあったんですね。うん、はあ、5年ぐらい前だけどな。へえ、ありがとうございます。いろいろ知らないことも教えていただいて、うん、ありがとうございます。すいません、お仕事中。はい、どうも、どうも。ありがとうございます。はい、失礼します。ここの上の方に昔、うん、あの火事があったって聞いたんですけど。火事があったのこの先ですよね。うん、その時旦那さんここ住んでたんですか。うん、結構大きめの火事だったんですか。うん、でもあの日は風がなかったからね。ああ、だからまだ広まらなかった。もう上ばっかりがあった。あ、だから味があったらダメだよ、燃えちゃって。あっちの山の方とかだとやっぱ取り壊して建てるっていうよりはみんな違うところに行っちゃうんですね。そうだよね。うん、火事の時にここまで来なくてよかったですね。だからこれずっと行って、ああ行けるところに、あっちの裏声に行ったけど、そこに一番寺が燃えちゃった。あ、すぐそこの、それもそうだよ、そうだよ。あ、よかったですね。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも。どうも。MS レッドカーペット水木です。サトルです。本日は、ちょっとね、あの、オープニングの動画でもあったように、十二社神社っていう、秩父にある神社があるんですよ。で、そこに行く途中に、まあ、秩父では、まあ、点々とね、ある村の集落の廃墟っていうのも、うん、その道中の途中にあるということで、十二社神社を目指しながらその廃墟も取っていければなと思って、その辺に住んでるお父さんに声をかけたりした時に一つ新しく情報を得たのは、その十二社神社の途中にある廃墟とかの一番まとまってる部分の廃墟に5年ぐらい前にちょっと若い子たちがふざけてきて、うん、火を放って火事になったっていう。ひどい話だよね。うん、結構なんか騒いだ事件があったみたいで、だいぶその廃墟自体は崩れてないみたいなんですけど、まあ外からねちょっと撮れるところだけ撮ってでお届けできたらなと。じゃあそれでは秩父の十二社神社プラス火の放たれた集落廃墟行ってみよう。 GO！ 早速ありますね。早速あるね。土壁。一応ね、廃墟っていうのは僕らも廃墟大好きだから、うん、一つ思ってるのは廃墟っていうのはある意味作品だから、うん、まあそうだよね、そうそう、自然のね、この土壁の土がなくなって竹が出てるっていうここがすごいよね。確かに、うん、すごいね、ほんとなかなかだよ。わーすごい。これをじゃあ再現して作ろうと思ってもなかなか、なかなかだよね、作れないね。わあすごいよ。だって これお米やるやつとかさ、農家さんの。だってあんなあの桶っていうかさ、でっけえ、うんうんうん、こんな形しないもんね。すごい傘とあれがある。あ、本当だ。傘とこれがある、うん、わあすごいな、本当にすごいわ。あ、ちょっとここまでしかねいけないけど、うん、機械的なものもあるね。うん、本当だ。鍋とかね、本当だ。だからもしかしたら、まあ、住まなくなってからそういう風な、うん、やっぱりこう野宿っていう形でやるときに使われたりもしてる可能性はあるかもね。だってか、あと修繕してる可能性もある。だって見て、じゃがりこがあるもん。修繕、まあ、なんかするのに。すっごい自然の博物館だよ、あんな掘りごたつっていうかね、うん、風でミシミシ言ってる。ここだけ色鮮やか。
ここにもともとあのお地蔵さんが1個あったんだけど、それが盗まれたかなんか、まあ一応言われとしては逃げ出したっていう形になってて、でその、あのお地蔵さんにはすごいちょっと力があって、触ると火傷するとか火に対しての災いに関して結構強めの怖めのお地蔵さんらしくて、でそれそのお地蔵さんがいなくなったから、ここに6個のお地蔵さんを並べて、まあ早く帰ってきてくださいっていう意味を込めてるらしいですね。ちょっとお線香はないけど失礼します。このまま時代がまだ動いてると言っても、うわすげえなこれ、ゴジラにほどがあるゴジラだ。これ結構最近まで使ってた可能性あるんじゃない？そうね、そのドア的なあれはね、うん、だって普通にマジックロンとかあるもん。本当だ、マジックリンねマジックロン、マジックロン俺らが使うやつ、仕事の道具ほら、コカベが、漆喰がもうこんななってる。あ、あるわ、焼けたな、あるこの辺も結構、火が回ったとこなんだ。あ、あそこね、ほら、あ、めっちゃ木燃えてんじゃん、木燃えてんじゃん、炭になってるもんね、炭になって、で、多分時間があったあって向けてったんだろうね、皮が。ちょっとあの先のあの家も見たいけど、せっかくだから、あの炭になってるもんね、この辺にもいっぱいあるよ、いまだに。刀とか置くやつが見える。あ、ほんとだ、うわすげえ、めっちゃ朽ちてる。ちょっと待って、人形、ここに置かれるっていうのがちょっと、うん、あーすごい、本当に博物館みたい。あんなに歪むんだもんね、うん、本当だね。住まなくなると一気にね、うん、本当に靴なんだ、はがきが落ちてる、やばこれ、今にもぶっ倒れそうな、いつの新聞これ、新聞だよね、古っ。でも2018年だ、2018年4月だね、そんな古くない、そんな古くない、なんで逆にこんな表紙の新聞見たことないよねもういつの時代と思ってたんだから古くない、古くない、あ、蔵か、蔵だね、します。結構車では全然来れなかったですね、うん、歩いてなかなかの距離だけど、やっと十二社神社にやってきました。その間にいろいろと朽ちてった ね村の跡地も見れたんで大満足ですけど、うん、すごかった。はい、ということで、十二社神社にも参拝させていただいて、その途中にあるこういうね集落をちょっとね、はい、こんなに朽ちてる感じだとは思ってなかったね、うん、で一応来る途中に
至る所にロープがあって、ここからここのゾーンは私有地ですよとか、うんうん、ここは入っちゃいけませんよみたいな場所があるので、そこを守りつつ、思ったよりなんかこう最近のものであったりとかあるので、うん、まあ、もしかしたら誰かが出入りしてるのかなという雰囲気もちょっとありましたね、うん、そうだね、そんな感じでした。まああくまで僕らの動画でちょっとね、あの行った気分になっていただいて、はい、楽しんでもらえたらなと思います、はい、今日も見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。そんな感じで次の動画もよろしくお願いします。お願いします。じゃあね。秩父市にある聖神社にやってきました。イエイ、かわいい、かわいい、ほら、かわいいでしょ。来た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 。なんでこんな人懐っこいの。はい、ということで結果を発表したいと思います。お願いします。